元気で。よいしょ。ミュージックスタート。ほら、空にあるあれが軍玉角だ。でも地図上から軍玉角の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。探そうぜ。この位置にあるからにはきっと軍玉角と関係があるはずだぞ。まさか、オイラを信じろ。じゃなきゃあのカーンが軍玉角まで案内してくれてるはずだもんな。よし、お前の言う通りに。まずはあ、待った、下を見ろ。もう奇襲機の近くまで来てたんだな。そうだ、お前を上に飛ばそうか。安全面を忘れてただけだぞ。あ、そうだった。確かにそれは使える。さあ、奇襲機で上に行く道がないか探そうぜ。
止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。いや、また。まさか行子をわざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。うわ、怒ったぞ。そこの兵士、おとり捜査反対、卑怯だぞ。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。はあ、何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。だ、誰が不審者だ。ん？軍玉閣？君たち何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは？奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。おお、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、全く思いつかなかった。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて、七世にとっては不思議な話よ。
幽閉様は天眷様がオイラたちを招待した理由を知ってるか？国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に千人の味方にならずにね。別に誰かの味方でもないよな。あの千人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。君たちは凡人、彼らの守る対象だから、彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと？彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の千人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。千人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの？うわあ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユエの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。メリット？でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユエの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海邸で案内人を探せばね。それからでは、また会いましょう、旅人。
うん、あの幽変は仙人を敬わないけど、あっさりした人だな。そうだ、漁港への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。漁港みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ピキーンって感じでやればいいんだ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞ。このスライムキラキラして美味しそう。あいつにしよう。料理の時間だよ。それに何か聞こえないか？違う、助けを呼んでるぞ。あそこの遺跡からだな。あ、あの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないか？元気出してよ。料理の時間だよ。それ。助けてくれてありがとう。あの砲塔団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。わかってる、ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー、
明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか宝刀団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。待った、あるものを探してるんだ。おや、どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ、骨董業者たるもの箱は必需品だろう。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さあ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに摘みたての花があるわ。一緒にどうかしら。の栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。ジュエリーは品切れ中だが珍しいものもあるよ。
言われた通りだと確か。こんにちは。月は売ってる？はい、数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーウェ港の全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱院になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も、今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そして、いつか七国を覆うことになると、私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は、手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーウェに着いた日から私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。違うわ。防御旅館の者全員私たちの部下よ。奇襲機のところで。そうよね。距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある、関心を持つのも当然よ。
ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら。あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく俗世の七神聖も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーウェ七世はテイ君の民よ。テイ君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵は当にリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ、二人とも中へどうぞ。うわー、すっごく広い。
楽にして。我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。あなたは特別。あなたも理解してるでしょ。できれば信頼してほしいの。もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国政を選ぶわよね。それくらい分かってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど。仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる？と彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ、さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。私もリーウェの天柱園として本気で抵抗しないと。操船儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。ん？七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか。勝利の言った通りだな。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな。いいわ、素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。そのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー！待
あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それがまるまる1ページだったら、想像できないほどの大金だ。選ぼう、一番大きいやつだ。どう？もう決めた？ええ、決めたらそのまま取って結構よ。それから軍玉閣で少し休みなさい。適度な休息も旅には大事なことよ。そうかしこまらなくていいわ。ページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ。ん、丸をつけられてる場所ってまさかお宝、それかお金になるチャンス。どれどれ、金器、滅却、何なんだ？ファデュイ、研究、コピー、お宝じゃないみたいだな。ファデュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。もうファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも近畿滅却の札の研究も悪いことなのか？そういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな。調べてみるか。え、そうなのか。じゃあやめた方がいい。ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファデュイに探りを入れてみるか。どう？ええ、それから軍玉閣で少し休みなさい。もう行くの？次に会うとき正しい選択をしたあなたに会えることを願ってるわ。
札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。この模様、どこかで見たような。そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって竜恩釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、うー、危なそうだな。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。総選儀式準備の旅の終点、確か敵歌唱だったよな。早く行こうぜ。しかも敵も、時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かに、その点においてはリーウェイ1かもしれないな。行幸にもあったんだろ。どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政に会ったのか。何か言われたか。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。ああ、
彼女は実力で七星の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラサ。リーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵歌集にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリウリを探すぞ。ルリウリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリウリはかつて敵歌集に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵歌集は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリウリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリウリが完全に消失したわけではない。野生のルリウリの香りは濃く、粉にして衛生鋼の香炉に入れることが操船の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。ああ、お前の歌声が花の香りをより一段上げる。で、お前、歌は得意か？ふーん、本当かな？やってみればわかるさ。
やった。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁面白い。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。この花弁は操船儀式に使えるか？残念だが、できないな。そんな。ルリユリをお探しですか？死者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？玉境台は帝君逝去の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日、玉境台で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ああ、ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、属世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め
2000年前とは違います。今のゾクセの七七星、最も若いスメールの総神は500歳です。ガンオテイ君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初からテイ君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？急に聞かれても。人としてテイ君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。テイ君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時もテイ君やリーユエのために戦いました。戦争が終わった後、私はテイ君と契約を結び、歴代七星の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユエの民謡でしたから、ご安心を。おはん、さすがカオ、ありがとう。こちらこそ。まさかテイ君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。用事は終わったし、そろそろリーユエ校に戻ろう。